はい、皆様こんばんは。にゃにゃ0704です。今日は友達の誕生日プレゼントを買いにサンリオショップへ行ってきましたので、そちらでの購入品など紹介していきたいと思います。はい、では早速なんですが、背景の左側にあるですね、袋、こちらクリスマスになりましたのでショップの袋が変わりましたね。先日はいちごマンのショップ袋だったと思うんですけど、今日買い物に行きましたらクリスマスバージョンの袋に変わっていました。後ろのやつはですね、まあそれなりの大きさのもので、こっちがまた小さい方ですね。はい、こんな感じで、でさらに外袋ですね、それがこの間カタログの表紙でも見せたと思うんですけど、こういうクリスマスバージョンのキラキラとしたキティちゃんが、はい、大きな袋に、これ見えなくてすみませんね、こんな感じで、はい、印刷されてます。はい、それではですね、友達に買ってきたものを紹介していきたいと思います。まず、こちらの新作のやつですね、ルームソックスを買ってきました。すごい可愛らしくてですね、キティちゃんは、まあ、猫ちゃんなんですけど、これは耳がクマちゃんみたいになってますね。はい、こんな感じで色もすごい女の子らしくて可愛いですよね。これから寒くなってくるので友達に履いてほしいなと思って買ってきました。一応じゃあ飾っていきましょうかね。はい、あと別の友達宛てなんですけど、ちょっと先日買ったマイメロちゃんのグッズにプラスして渡そうと思ってですね、マイメロのチョコレートを買ってきましたね。でこちらはこのままちょっと渡すのじゃつまらないので、先日ですね、この箱を動画でお見せしたと思うんですけど、ちょっとこれの箱の中にですね、マイメロちゃんの小物入れみたいのが入ってるんですよ。でそれの中が空っぽなので、そこにチョコレートを入れて渡そうかなと思ってます。ちょっと開けますね。すっごい可愛いんですよね。私はキティラーなのでマイメロちゃんは個人的には買わないんですけど、友達にすごいぴったりなので、はい、こちらですね、こんな感じです。可愛らしいですよね。ハート型の、まあクリスマスの時期なのでクリスマスケーキなんですかね。そこにマイメロちゃんがちょこんと乗ってますね。でこちら開けますと、ちょっと発泡スチロールがついててすいません。はい、開けますとこうやって空洞になっているので、ここにまあ遊び心でですね、このマイメロちゃんを入れられるだけ入れて、で明日会うので明日プレゼントしたいなと思ってます。はい、じゃあこちらに置いときますね。はい、で買ってきたプレゼントは以上なので、あとは私の購入品ですね。これが昨日、おとといですかね、発売された、じゃーん、いちご新聞です。はい、もちろんキティちゃんのですね、シールを選んできました。こちらの中身はまた後日ですね、ゆっくり動画で1ページずつ紹介していきたいと思っているんですが、はい、これもちろんキティちゃん以外にもマイメロちゃんや、キララちゃんなどシールあったんですけど、キティちゃんは結構、まあ、表面上だけですかね、レトロな感じの、その懐かしい感じの絵柄のシールが多いですね。はい、マイメロちゃんとかは最近のイラストが多かったんですけど、あとキキララちゃんもですかね。はい、キティちゃんはまあ歴史が長い分いろんなシールがあるのかなとは思いますが、これ一応裏面もあるようなので、はい、次回の動画で紹介していきたいなと思ってます。
はい、でですね、今日買ってきた時にマスコットが一つずつつくじゃないですか。でそれが全部キティちゃんだったんですよ。すごい嬉しくて、はい。で友達に最初に紹介した袋に小分けして渡すので、2人の子のためにですね、キティちゃんのマスコットをそれぞれお姉さんがつけてくれました。はい、今ちょうどクリスマスなので、こういうクリスマスバージョンのマスコットに変わってましたね。先日はアイロンワッペンでしたよね。はい、あれもすごい気に入っていたんですが、こちらもすごく気に入ってます。あとですね、一番外の大袋のところに、あとすいません、こういうですね、キティちゃんのちょっとすごいくにくにしてて形が崩れやすいんですが、キティちゃんのなんていうんですか、なんていうんですかね、顔型の、何でも作れると思うんですけど、多分ご飯とか敷き詰めたりとかしてお弁当に使ったりとか、まあここにおかずを入れてお弁当に入れておくとかっていうのができるタイプのものだと思うんですよね。これがついてきました。まあ、あんまり熱いものは使えないみたいなので、おそらくまあお弁当向きかなと思うんですけれども、はい、これもキティちゃんをつけてもらえて、キティちゃん好きだって別に言ってないんですけど、すっごい嬉しかったですね。お姉さんありがとうっていう感じでした。はい、ではサンリオでのお話は以上ですね。で、あと帰りにですね、ちょっと一つだけ可愛らしいピアスを買ってきたので、そちらも余談なんですが紹介します。お時間のある人を見てください。ちょっと待ってくださいね。あ、そうですね、せっかくなので袋も紹介しますかね。はい、このお店ご存知ですか？知ってる方いますかね？多分渋谷とか新宿あたりにも店舗があるとは思いますね。はい、お靴のアクセサリーとかも売ってたりして、結構小物が揃ってる可愛らしいお店ですね。で、そこでですね、ピアスを買ってきたんですよ。いろいろ安くなってたんですけど、私が気に入ったのは割引されてないやつだったので、はい、ちょっとお金頑張って出して買ってきたんですけど、はい、こちらになります。見えますか？リボンがですね、2つ連なってついてるタイプのピアスですね。はい、こんな感じになってます。すごく可愛いですよね。で、こちらの靴下あったかルームソックスと一緒に、このピアスの色違いのものも友達に一緒にあげようと思ってます。はい、すごい気に入ってもらえたら嬉しいなと思って。私すごく友達と色違いとかお揃いのものとかもらうと嬉しいんですよね。なので、まあ私が嬉しいだけで友達はどうかわかんないんですけど、ちょっと色違いのを買ってみましたね。はい、ピアス一緒につけて遊べたらいいなと思ってます。はい、ではですね、今回はこんなところで終わっていこうかなと思います。皆さんもいちご新聞ですね、発売されましたので、ぜひ読んでみていただいて、はい、で、まあ次回の動画ではいちご新聞も紹介していこうとは思ってますので、はい、皆さん見ていただけたらと思います。では、以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。